Project. 宇宙世紀0079 1月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン軍は開戦と同時にスペースコロニーを地球に降下させるブリティッシュ作戦を決行。その目標は連邦軍の本拠地、南米ジャブローであった。しかし、コロニーは大気圏突入後、アラビア上空で崩壊。最も大きなコロニー先端部がオーストラリア・シドニーを直撃。町を巨大な湾へと変貌させた。スペースコロニー国家であるジオン公国は、長期戦に耐えるだけの資源を持たなかった。ブリティッシュ作戦の失敗により、戦いの長期化を予想したジオン軍は、直ちに資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。ブリティッシュ作戦最大の被災地であるオーストラリアも、豊富な地下資源確保のためにジオン軍の侵攻を受けた。これに対し、壊滅的打撃を受けていたオーストラリアの連邦軍部隊は、なすすべもなかった。開戦から11ヶ月、連邦軍はヨーロッパでの大反攻作戦、オデッサ作戦を発動し、これに勝利した。地上でのミリタリーバランスは大きく連邦軍へと傾き始め、世界各地で次々と反攻作戦が開始されていった。そして、ブリティッシュ作戦において壊滅的打撃を受けたオーストラリアでも、ジオン軍に対する反攻作戦が開始されようとしていた。ホワイトディンゴの諸君、緊急任務。諸君らも知ってのとおり、オーストラリアでのジオン軍に対する反攻作戦は、大陸北部のダーウン、中央部のアリススプリングス、南部アデレードへの同時攻略が決め手となる作戦だ。中でも反攻作戦の呪しともいえるアリススプリングス攻略戦は、敵の大陸鉄道網を分断するだけでなく、大陸全土における敵戦力の分散を狙った重要な作戦である。現在第一主力部隊レッドポッサムが進行中だが、少々問題は発生した。アリススプリングス進行ルート上のレインボーバレーで偵察任務に当たっていた部隊が、急遽設置されたと思われる多数の対地対空砲台、敵防衛部隊の存在を確認した。残念ながら我々の反攻作戦発動が敵に漏れていたと考えるべきだろう。今後の作戦展開を考える、ここでのレッドポッサムの戦力消耗は回避せねばならん。しかし進軍の方を緩めるわけにもいかない。そこで諸君だ、ホワイトディンゴは空路にてレインボーバレーへと先行突入。展開中の敵防衛部隊を、対地対空砲台を優先しつつ極力排除、レッドポッサムの進軍を支援してくれ。タイミング的には諸君らが交戦中に前衛を務める戦車中隊が戦闘区域に到達することになる。えりすぐられた精鋭である。諸君らホワイトディンゴの迅速な処置を期待する。隊長、いよいよ出撃ですね。出撃前に作戦中の各員のコードネームを最終確認します。レイヤー隊長の登場するモビルスーツがハング1、レオン機がハング2、マイク機がハング3、私の登場するホバートラックがオアシスです。覚えておいてください。ハング2レオン了解。ハング3マイクも了解だ。にしてもアニタが乗ってるのがオアシスとはね、皮肉かね。
ちょっとマイク、どういう意味よ。冗談だよ。戦場に咲いた可憐な花、アニタちゃんにお似合いです。戦場では背中に気をつけることね。おー、怖っ。二人とも無駄話はそのぐらいにしとけ。隊長、何か言ってやってください。出番らしいな。作戦に合わせてモビルスーツの出撃準備を進めているが、変更があるようなら遠慮なく言ってくれ。よし。攻撃が可能です。流星雨、コロニー落としの名残ね。コロニー落としで死んだ人々の魂が地球の重力に惹かれ、再びこの大地に帰ろうとしているのか。マイク、あんた詩人ね。茶化すなよ。この大地には実際ジオンへの憎しみの力が宿ってるんだ。俺たちの中にもね。死者に与えられた力か。ジオンは眠れる獅子を起こしちまったわけだ。もっとも俺たちは獅子じゃなくてディンゴ、犬だったな。隊長、始めましょう俺たちの戦いを。よし、ジオンの奴らに俺の力を見せてやるぜ。マングスリー、気合が入ってるのはいいけどチームワークを乱さないでね。マングは後の指示をお願いします。
敵殲滅、我々の勝利です。俺たちにかかればこんな任務軽い軽い。防衛部隊にしては戦力が少なかったな。気に入らないな。なんだよ俺よ、敵さんの陽動作戦だったってのかい。そりゃ考えすぎだろ。リンゴの諸君、任務遂行ご苦労。さて、早速だが次の任務。ホワイトディンゴはレッドポッサム本体が到着する前に敵場視察を兼ねてアリススプリングス市街へと突入。敵駐屯部隊を強襲せよ。その際、主力部隊突入における最大の障害である町の北部、南部の丘に設置された統治下軍を破壊することを最優先事項とする。なおこの町は大陸中央部に位置することでコロニー落としの被害が最も抑えられた場所だったため多くの民間人が生活している。彼らに危害が加わるような行動は極力避ける。特に貯水タンクは町の生命線ともいえる施設だ。これを破壊してしまうとジオンから町を奪還してもその後の維持が難しくなる。くれぐれも気をつける。それでは諸君らの健闘を祈る。隊長、報告します。前回の作戦で民間協力組織ウォンバットから得た情報ではジオンの輸送列車が近日アリススプリングスを通過する予定とのことです。詳細は不明ですが何か重要なものが輸送される可能性ありとのことです。もしかしたら戦闘中にご対面ってこともあるな。何が入ってるんだが。噂では各地で配送を始めたジオンが宇宙に脱出する時の手土産にいろんなものを持ち出そうとしているらしい。今回の積み荷もそんなものの一つかもしれないな。何か厄介なものが積まれてる可能性もある。隊長、列車と遭遇した場合はそれの通過阻止も考えた方が良いのではないでしょうか。ま、その時のノリでいいんじゃないの。列車もタイミングくくるとも限らないし。あんた本当いい加減ね。ま、でも列車が来ない可能性もあるわけだから。隊長、基本的には作戦通り統治下破壊を最優先事項として行動しましょう。前線での整備作業がどんなに手間のかかるものかお偉い連中は分かってないのかね。まあ俺に任せておけばどんなに時間がなくたって完璧に仕上げてみせるかな。その点は安心してくれていて。陸戦用の最も基本的な兵器だ。一発こいつでいい。よし、そうよ。こいつでいい。よし、こいつでいい。え？こいつ、マイク所有はこいつでいいんだな。よし。レイヤー隊長、自分はやはり前の戦闘は敵側の時間稼ぎであったと確信しています。今回の任務は普通に考えればかなり無茶なものです。
攻略部隊本体の到着を待たずにこれだけの戦力で突入するなんて危険すぎますか。しかし敵が何かの理由で戦力を割いてまで時間稼ぎを行っているんだとしたら、我々の行動は敵にとって予想外のものになるでしょう。敵が何の理由で時間稼ぎをしていたのかを知ることは今後の作戦展開に大きな意味を持つかもしれません。無茶を承知で司令官は今回の命令を下したのだと思います。俺たちも力を見込んで、とにかく本作戦は細心の注意を払って臨むべきだと思います。レイヤー隊長、ラジオの放送を聞きました。あの戦場の花、ジャクリンちゃんの放送ですよ。録音しておきましたから、どうぞ聞いてください。ジャクリンちゃんって。また次回も録音しておきますからね。そうだ隊長、これ聞いてるのアニタには内緒ですよ。あいつなんだかジャクリンちゃんを目の敵にしてるみたいなんですよ。まったく気の強い女は嫌ですよね。隊長、スタンリー司令が言っていたように、アリススプリングスには多くの民間人が残っています。ジオン軍地上制圧部隊は、制圧地域の民間人の生活を尊重し、その協力を得て活動することを常としているので、多分市民はそのまま都市部で生活を営んでいると思われます。被害を最小限に抑えるため、都市中央部を避けて行動しましょう。都市中央部での戦闘、貯水タンクの破壊に注意すればいいんだな。了解した。ただでさえ無茶なのにそんな制限までつけんのかよ。はあ、さて無謀にも突入しましょうか。バングワン、後で指示をお願いします。
こちらオアシス。アングスリー、くれぐれも民間施設への発砲は控えてください。なんで俺に言うんだよ。あんたが一番怪しいからよ。パンクツ、どうしたの。らしくないわよ。ちょっと油断しただけだ。我々はこの町を明け渡す用意がある。交換条件は我々の撤退の黙認である。以後我々は撤退完了まで一切の戦闘行為を行わない。もちろんそちらが仕掛けてきた場合には応戦させてもらうが、私は貴公らがこの平和的解決を承諾してくれるものと信じている。勝手なことを。奴ら初めから戦う気がなかったってのか。武士への被害を考えたら条件は悪くないと思うけど、隊長どうしますか。Yeah.
隊長、敵残存兵力の戦闘エリア離脱を確認。戦闘終了です。なんか拍子抜けしたな。まだこの大陸だけで言ったらジオンの奴らの方が断然優勢だってのに、早々に拠点の一つを撤退か。嫌な感じだな。この拠点の放棄がこれからの戦いの中でどんな意味を持ってくるのか、それとも何の意味もないのか。それより列車よ。あれただの兵員輸送用だったと思う？それに関しては本隊の調査班からの報告が来るのを待とうじゃないか。もういくら考えても拉致が開かないよ。とにかく任務終了だ。都市の奪還に成功して、しかもあのジオンの荒野の陣雷をやったんだ。十分な功績だろ。そうね。難しいことは上が考えてくれるでしょ。私は隊長の取った判断が正しかったと信じます。ビッシュ注意、ご無事で。列車は残念なことになりました。そうだな。それにしても愛機を失うことになるとは、俺も行きが回ってない。さっきの連邦のモビルスーツ隊、あの場であの判断ができるとは。正体ながら肝の据わった指揮官がいるようだな。パイロットとしての腕も立つ。厄介な存在になりそうだ。ホワイトディンゴの諸君、アリススプリングス攻略ご苦労だった。どういういきさつにしろ、本隊到着前に敵の拠点の一つを奪還した。さすがは BB お墨付きのメンバーだけのことはある。さて、アリススプリングスにおいて敵が撤退準備をしていたのは諸君らの情報から明白だが、このことをもってジオンが大陸からの大規模な撤退を計画していると見ることはできない。事実、大陸北部ダウン、南部アデレードの両拠点では強固な抵抗の前に攻略が難航している。現在アリススプリングス攻略の主力となるはずだったレッドポッサム本体を二分して大陸北部南部への増援として向かわせている。諸君らの活躍で両拠点に大戦力を投入することができるようになったわけだ。今後は進行作戦もより円滑になるだろう。しかし、たった今入った情報によると、大陸北部のダウイン基地から一機のガウ攻撃空母が飛び立ったらしい。この行動の真意は不明だが、飛行コースを割り出したところ、南部アデレードへと向かっているレッドポッサムの物体の上空を通過する可能性が高いことが分かった。このままではアデレードに向かった増援部隊が爆撃される可能性もある。諸君らは直ちに出撃。飛行ルート上、シンプソンズギャップにてこれを迎撃せよ。ガウ撃墜の手助けになるよう試作型ビームライフルの使用許可を出しておいた。これでエンジン部をうまく狙撃できれば、いくらガウとはいえひとたまりもないだろう。諸君らの活躍に期待する。隊長、例の列車に積まれていた荷についての報告が届いています。バストライナー、我が連邦軍がモビルスーツ用に開発していた大出力のビーム砲です。まだ開発段階のものを奪取され、カリフォルニアベースを経由してオーストラリアに持ち込まれたようです。じゃあ列車を破壊したのは正解だったわけだ。こんなの相手にしたら、さすがのモビルスーツもあっという間にクリスマスの七面鳥と見分けがつかなくなっちまう。日が早いわね、マイク。クリスマスはまだ1ヶ月も先よ。それに、あんたの丸焼きじゃ、さすがのジオン兵も食欲減退間違いなしね。言ってろ。とにかく、あの時の隊長の判断は正しかったってことだろ。そうだな。戦争では時に非常な選択も必要ということさ。
おそらくこれからもこの大陸には外からいろんなものが運び込まれるだろう。ジオンにとってここは故郷へ帰ることができる限られた道の一つだからね。大将、これからは我々の行動の一つ一つが戦局を変える可能性があるということを自覚しておく必要がありますね。さすがにそいつは大げさだろ。レオン、一部隊が戦局を変えるなんて無理さ。うん、そうでもないさ。現在連邦軍が優位に立っているのはどっかの独立部隊が幾多の戦闘を経て戦局を変えたおかげだっていう噂聞いたことないか。子供ばっかで運用されてる試作モビルスーツと心臓戦艦が大活躍ってのは何かで見たわ。で、あゆつばもんじゃない？そうかもな。とにかく隊長、今度のガウも確実に撃墜しましょう。よう、レイヤ注意。今回の任務に限り試作ビームライフルの使用許可が出てくれる。扱いの難しい代物だが有効活用してくれる。ちなみに本気でガウを落とす気ならビームライフルか最低でもキャノンが必要だと思うぜ。よし、せレイヤー隊長、ガウ攻撃空母は両翼に大きく4箇所に分かれたエンジンユニットがあります。あの巨体ですから、それら全ての破壊が撃墜の条件となるでしょう。ただ今回使用許可の出ているビームライフルなら攻撃へのエネルギー干渉により両翼のエンジンユニットに一撃ずつ命中させれば致命傷になるかもしれません。レイヤー隊長、ジャクリンちゃんのラジオの最新版です。聞いてください。はーい。勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、元気にしてますか？実は私ジャッキーはこの頃ちょっと不機嫌なため、皆さんの活躍のおかげでジオン軍は敗戦の一途をたどってるわけなんだけど、戦闘が始まってから民間では食べ物とか全然不足しちゃってるの。中にはジオンから食べ物をもらってる人とかもいるみたいだけどね。ジャッキーなんか3日も保存食のまみんな頑張って戦ってるんだから文句言っちゃいけないんだけど、もうお腹と背中がくっつきそうで、スレンダーな美女へと変貌していく自分が恐ろしいくらいです。なんてね。連邦兵の皆さん、そんなジャッキーのためにもジャッジャとジオンをやっつけちゃってね。それではお腹は膨れないけど元気が出る曲を一つ。うわー、ジャクリンちゃんのピンチですよ隊長。我々がこの戦局を変えてみせましょう。隊長、ここはもともと切り立った断崖絶壁でしたが、何度かの自然崩壊とコロニー落としの影響による大規模な崩壊で、もはや原型をとどめない迷路状の岩場となっています。しかも霧で視界も悪くなっていますから、オアシスからの情報を常にチェックして行動してください。頼りにしてるよあんたちゃん。早速ガウの予想侵入ルートへと移動して。しかしこう視界が悪いと同士打ちの危険もある。気をつけよう。ちょっと待って、これはなんでこんなところに。隊長、敵です。敵陸上部隊が我々を包囲するように展開中。突然じゃないか。しっかりしてくれよアニタ。敵は完全停止状態で潜伏してたのよ。無理言わないで。ファングワン、後の指示をお願いします。ガウの到着にはまだ4
Thank you.
敵全滅、戦闘終了です。それにしてもなんでこんな戦略価値のないところにこれだけの戦力が。前回の拠点撤退といい、今回といい、何かしっくりこないな。まあ敵さんにもいろいろと複雑な事情があるんだろう。ふぅ、さすがに疲れたよ。大丈夫、帰還しましょう。新たな任務だ。大陸北部のダーウィン攻略部隊であるグリーンウィドなどレッドポッサムの分隊は無事合流し順調に進行した。だが南部攻略部隊のイエロークウォッカはレッドポッサムの分隊との合流を果たしたものの、予想以上に激しい抵抗に遭い苦戦中。この部隊はアデレード攻略後さらに最南端の拠点メルボルンへの進行を予定した。そこで諸君らには南部攻略部隊の支援に回ってもらいたい。アデレードの北キャリートン近郊にある小規模の採掘場が現在ジオンのものとなっている。そこに駐屯する敵部隊は小規模なのだが、最悪アデレードでの戦闘がさらに長引き攻略部隊が消耗しきったところを後方から攻撃される可能性がある。諸君らは採掘場に駐屯する敵部隊を殲滅し、その後南部攻略部隊に合流してくれ。その頃にはアデレード基地の攻略が終了しているはずだ。なお現在新型モビルスーツをアデレード基地奪還のタイミングに合わせ運搬する計画がある。タイミングが合えば今回の作戦終了後にアデレード基地で諸君らも受領できるはずだ。では一層の活躍を期待している。レイヤー隊長、ジャクインちゃんの放送昨日は中止だったんですよ。俺ショックで。あんたまだそんなの聞いてたの？あんなわがまま娘のどこがそんなにいいんだか。お前みたいにすれてないと。何？なんか言ったマイク。そうそう、そんなことより臨時ニュース。激戦の末、地球連邦軍は基地防衛に当たっていたジオン軍の大部隊を危なげもなく一掃。まさにアリノコ一匹に逃げ出す隙も与えませんでした。本日12月15日、ジオン地球制圧軍最大の拠点カリフォルニアベースは正当な持ち主の手に戻されたのです。また各地でのジオン掃討作戦も順調に進み、地球連邦軍の勝利はもはや確実なものとなりました。真の平和が取り戻される日まであとわずかとなっています。
少誇張はありそうですが、とにかく少なくとも地上での我が軍の勝利は確定的みたいですね。さあ、私たちも頑張りましょう。よう、レイヤ獣医、今回の作戦終了後に新型が配備されるんだって。早くいじってみたいぜ。今回も頑張ってくれよ。形式番号こいつでいいん。レイヤ注意、あんたのとこいつでいいん。レオン少尉はこいつでいい。基本的な兵器だ。よし、整備はすぐ終わるから。レイヤ隊長、これはあくまでも噂なんですが、大陸東部のトリントン基地には南極条約で使用が禁止されている核兵器が多数保管されているらしいんです。追い詰められたジオンがトリントン基地を襲撃し核を使用するかもしれません。現にオデッサの戦いでは敵の司令官マクベが核ミサイルを使用したようです。もっともこの時は爆発は未然に防がれたようですが。この採掘所はもともと民間のものです。できれば主要な採掘施設は壊さないようにとのことですが、持ち主もコロニー落としで死亡しているようですし、ジオンに対しての戦闘行為上のことなら少しくらいは。少しと言わず、迅速な作戦終了のため思いっきりやっちゃいましょう。死んだ持ち主への手向けの花火ってことで。まるでアウトローだ。車体固定。よし、起こしていいぞ。ロック解除。隊長、これまでの敵の不穏な動きのこともあります。慎重に行きましょう。
こちらミリア D6 マン、ホワイトディング大のシンガリを務めていたんだが後ろから食いつかれしまった。出力低下で上空への退避もできん。一か八かそっちの戦闘エリアを突っ切るから後ろのハイエナどもを頼む。ピッ<音声>
全滅を確認。戦闘終了です。先ほど本部からの通信で南部攻略部隊がアデレード基地奪回に成功したようです。ああよかった。なんだか妙に疲れて、とてもこのまま激戦区に突入なんて気分じゃなかったんだ。そういうのはきちんと働いた奴の言うセリフだ。ミデアは残念でした。仕方ないさ。今を生きてる奴が次の瞬間には何か別のものになってしまっている。そんな不自然なことが当然のように起こるんだ、戦争ってのは。何か別のもの、レオンらしいわね。そこに魂の救済はないのかしらね。隊長、天国に行けなかった我々はとりあえずアデレード基地に向かいましょう。ホワイトディンゴの諸君、ご苦労。諸君らの評価は今や上層部でも非常に高くなってきて、私も腹が高い。さて、南部侵攻部隊のアデレード基地制圧も成功し、侵攻作戦は滞りなく進んでいると言っていた。諸君も知っていると思うが、アデレード基地は中規模ながら南の玄関口と言われており、大陸内外における陸海空の移動中継はもとより、HLV の打ち上げ施設まで完備した重要拠点の一つだ。ここの陥落はジオン地上制圧軍全体にとって手痛いダメージとなったはずだ。諸君らはそのままアデレード基地にて補給も、現在基地周辺を偵察中の部隊と交代、偵察人についてもらう。諸君に担当してもらう偵察区域は旧市街地の沿岸部だ。ここはコロニー落としの影響で現在復興の目処も立たず暗礁地域となっている。敵の残党部隊の潜伏や
極秘に建造した軍事施設などがある可能性も考えられる。それらを発見次第殲滅制圧せよ。レイヤー隊長、ラジオの放送を聞きました？最近はつまらないプロパガンダ放送ばかりで、ジャクリンちゃんの番組がずっと中止されてるんですよ。ジャクリンの番組だって十分プロパガンダだと思うけど。心優しい彼女の言葉がそんな風にしか聞こえないなんて、アニタもかわいそうだね。あんたこそ夢見すぎよ。だいたいラジオの DJ なんて本当に可愛いかどうかわかんないじゃん。いや、俺にはわかる。こうして目をつぶれば、ほら、うるわしのジャクリンちゃんの姿が。ダメだこれは。隊長、相手にしても時間の無駄ですよ。よう、レイヤー注意。新型は残念なことです。全くスタンディ大佐もなんであんなに急いで輸送したのかな。アデレードを確保まで十分だったのにな。ま、今までの期待だってあんたなら十分やれるだろう。頑張ってくれよ。レイヤー中、よし。レイヤー隊長、お話ししたいことがあるんですが。どうも最近民間協力組織ウォンバットからの情報が入ってこなくなりました。隊長もご存知の通り、ウォンバットは大陸内でコロニー落としを生き抜いた民間人が作った地下組織で、常にジオンの動きを探り連邦軍に協力してくれていました。なのに我々の反抗作戦が開始された今になって協力体制に変化が生じたようなんです。何か腑に落ちなくありませんか？もし組織と接触の機会があったら、その辺を確認してみたいと思います。レイヤー隊長、噂ではカリフォルニアベース陥落の際にかなりの数の敵が逃走に成功しているようです。特に海洋部隊に所属していたユーコン級潜水艦はほとんど確保できなかったそうです。地上は制圧できても海の底っていうのは厄介ですね。今後そういった部隊がこの大陸への上陸を狙ってくるかもしれません。今まで以上に気を引き締めていきましょう。いやー、レイヤー、お前らの活躍はスタンリー大佐から聞いてるぜ。なあ、命あってのものだね。だあんまり無理すんなよ。アニタ、レオン、マイクにもよろしく言っといてくれ。頑張れよ。帰還後すぐにメルボルンに進行開始だ。悪く思うなよ。へいへい、俺たちは便利屋だからな。何の気兼ねもなくどうぞ。そりゃそうだ。あんたらもとんだ貧乏くじ引いたな。お互い命だけは大切にしようや。そうだ、この先は妙にミノフスキー粒子が濃いぜ。なんかあるかもしれんから注意することだな。了解。そっちも気をつけていけよ。隊長、確かに異常なミノフスキー粒子濃度です。十分警戒していきましょう。大将、
解して確固に索敵した方がいいんじゃないですか。ワング2了解。ワング3了解。
隊長、敵全滅、作戦終了です。やれやれ、やっと終わったか。こんなところに潜水艦ドックとはな。何か有力な情報でも残っていればいいんだが、さすがにそんなミスはしないか。とりあえず調査隊派遣の要請を出してあるわ。最初に撃墜した輸送ヘリも気になったしね。基地に戻った頃には報告が受けられるはずよ。兵器運搬には見えなかったけど、日本のおとぎ話じゃないけど、ちっこいのに限っていいもんが入ってたりするんだよな。キタキリツバメだっけ。キタキリスズメだ。大将、自分は調査隊警護のためここに残ります。本気かよ、レオン。好きだね。じゃあ好意に甘えて。大将、俺たちは先に帰還しましょう。早々悪いな、レイヤー長。ジャブローの総司令本部からの命令により、今後諸君らホワイトディングは極秘任務についてもらうことになる。今後の行動は全て軍の最高機密事項に属することになるので注意してくれ。先日我が軍がカリフォルニアベースの奪還に成功したことは諸君らも知っていることと思う。そこでジオンが恐ろしい研究をしていたことが発覚した。詳細は私もまだ知らされてはいないのだが、本部の話では地球規模での環境破壊を引き起こす生物兵器の研究だったらしい。残されていた資料によると、アスタロスという開発工房、カリフォルニアベース陥落時にはすでに少数のサンプルが完成し、しかも一足先に持ち出されていたことが確認されている。これらはずっと足取りがつかめずにいたのだ。諸君らが先ほど撃墜したヘリからそのアスタロスサンプルの一部が発見された。そしてさらなる情報によれば、現場にてドムタイプのモビルスーツのものと思われる複数の移動形跡が確認された。真意は不明だが、ヘリより先行して陸路にて北部へと向かった部隊がある。この大陸内では未だドムタイプとの遭遇報告がない。それがアスタロスサンプルを持ち込んだ部隊の本体であるなら、残りのサンプルを持っている可能性が高い。この部隊が北部の HLV 発射基地に向かったと考えると、ルート上にあるブローフンヒル前線基地から空路を使う可能性もある。少なくともここでの補給は考えているだろう。諸君らの任務はこの部隊を追撃し、アスタロスサンプルごと殲滅すること。諸君らを敵ブロークンヒル前線基地の警戒エリアギリギリまで攻撃する。あとは陸路で追撃ということになる。急いで準備してくれたまえ。隊長、なんだか大変なことになってきましたね。地球規模の環境破壊って、そんな恐ろしい兵器考えられるか。兵器でないものが厄介な問題を引き起こすこともあるさ。兵器でないの。確かにコロニー落としだって元は兵器じゃなかったわね。アスタロスという名前はバビロニアの豊穣と戦闘の女神イシュタルを起源とする悪魔の、豊穣と戦闘の神から悪魔になった。この名前がそれがどんなものなのかヒントになっているのかもしれない。どっちにしろ生物兵器なんて南極条約違反じゃないの。まあとにかく俺たちはドムを見つけてその部隊を殲滅すればいいんだろ。隊長、追いつけなくなる前に出かけましょう。戦だってな。詳しい内容は聞かされてないが、どんな状況の作戦に合わせてでも整備するぜ。どんどん行ってくれ。
し、セーブ。隊長、先ほどの戦闘で受信したボンバットからの暗号電波は、今後我々を信用するなです。ジオンは制圧後、このオーストラリアで自らの物資の不足に耐え、積極的に救済活動を行ってきました。コロニー落としでこの大陸を混乱にした代償にはなるはずはないのですが、民間の中にはある種ジオンに対する信頼感のようなものが生まれている地域もあるようです。ウォンバットも一枚岩ではありませんから、内部で分裂が始まっているのかもしれません。これからの彼らの情報は半分くらいで聞いた方がいいでしょう。隊長、なんだか事態は大きく変化していてすごく不安です。本当に私たちの行動によって戦局自体が大きく変化してしまいそうで、私は一人の兵士でしかありません。それは重荷でしかないのです。それとレオンのことなんですが、どうも何か知っていて隠しているような感じがします。私の思い過ごしならいいんですが、なるべくレオンから目を離さないようにした方がいいと思います。レイヤー隊長、もう一機我々が撃墜したヘリ、これには大量の金塊が積まれていたそうです。どうやら敵は全てを宇宙に持ち出そうとしているようです。レイヤー隊長、なんだか厄介なことになってきましたね。こういう時は戦場の花ジャクリーンちゃんの放送でも聞いて気分をリフレッシュしたいところですけど、この辺はミノフスキー粒子がバンバン散布されていてラジオが入らないんですよ。まあ、ここは本当の地獄ですね。隊長も楽しみにしているのに本当すいません。Yeah.
終了です。あとは調査隊がブツを発見できれば OK ってわけだな。これで終わりならいいんだが、足止めのための部隊って可能性もあるからな。隊長、調査隊からの報告を待ちましょう。足場が悪い。
総員衝撃備えを。着陸完了。後部ハッチ開放。車体ロック解除急げ。目標はサンプルの発見だ。各位気を引き締めて放れ。了解了解了解。周辺に敵兵なし。ホワイトディンゴ警報頼む。ホワイトディンゴの諸君、残念ながら諸君らの殲滅した部隊はアスタロスを所持していなかった。どうやらサンプルを持った本体を逃がすための時間稼ぎ部隊だったようだ。現在大陸東部のトリントン基地およびチャールビル駐屯基地が今まで沈黙を守ってきた周辺の敵部隊からの集中攻撃を受け応戦中。そこで一つ興味深い情報がある。トリントン基地を襲撃しているのはドムタイプで構成された部隊ただ一体という。突入ルートからどの基地の所属部隊か識別できる。これから話すことは最高軍事機密だ。諸君らの任務に関係することなので話した。実はトリントン基地は小規模の後方支援基地を装っているが、その貯蔵庫には南極条約で禁止された核兵器が保管されている。目立たぬように基地自体の戦力は最低限で、実質の核防御機構にあたるチャールビル基地からの増援で防御するように設計されている。現在チャールビル基地はなんとかトリントンへの増援を出そうとしているのだが、敵大部隊が完全に基地を包囲しそれを許さない。それがトリントンを襲っている部隊との連携なのか、戦略拠点であるチャールビルへのただの集中攻撃なのかは不明だが、少なくともトリントンを襲撃している部隊は核の存在を知っていると考えるべきだ。アスタロスと核兵器、敵の手に渡れば最悪の事態。諸君らはトリントン基地の支援に向かってくれた。絶対に核の扉を開けさせてはならない。隊長、もしここで核を奪われ使用された場合、局地的には戦局に深刻な影響を与えるでしょう。でも、あなた前にもトリントンの核がどうこうとか言ってたけど、本当は噂じゃなくて知ってたんじゃないの？ああ、知っていた。何？どういうことだよ、レオン。俺はトリントン基地の機密保持のためにこの地に派遣された。ジャブロ総司令本部直属の情報部員だ。一部の権限においてはスタンリー大佐をしのぐものを与えられている。おかしな任務ばかり与えられると思ったらそういうこと。今まで黙っていて悪かった。だが俺はみんなを過酷な任務でも共に成し遂げられる最高の仲間だと思っている。これからは作戦遂行上有効な情報は機密事項でも俺の一存でみんなに伝える。軍法会議者だけどな。まあ噂話だったらいいんだろう。隊長、レオンもとんだ食わせ者でしたね。まあある意味心強いじゃないですか。今まで通りで行きましょう。隊長すいませんでした。今後もよろしくお願いします。レイヤー注意。もう連続した出撃となるとお前さんたちもモビルスーツもそろそろ疲れが溜まっちまってる。無理するなよ。こいつでレイヤー注意。あ、陸戦用のこいつでよし。こいつでよし。
おい、マイク少尉は。よし、せ。隊長、またまた我が軍はやりましたよ。再建された地球連邦軍の宇宙艦隊は、難攻不落と言われたジオン公国軍の宇宙要塞ソロモンに侵攻し、12月24日、これを制圧しました。宇宙においても圧倒的物量を持つ地球連邦軍の前に、国力のないジオン公国軍はなすすべもありませんでした。なお、この戦いにおいて、ジオン宇宙攻撃軍司令、ロズル・ザビ中将の戦死が確認されました。これで我が軍の勝利は、宇宙でも地上でも決定的のようですね。全力を尽くして戦いましょう。こちらフォーナイル、基地守備隊は大方片付きましたぜ。よし、あとはこいつをいただけばいいわけだ。プレイアイ、どうだ？さすがにすごいプロテクトですよ。16時間で突破してみせます。12時間だ。それ以上は待てん。了解。やってみせます。おっと、隊長さんよ。どうやら敵の増援が来たようだぜ。モビルスーツ3機。ロッドヘッド、二人で抑える。プレイヤーは作業を続行し。了解。ドムにかかれば連邦のモビルスーツなんておもちゃだぜ。一応遊ばせてもらおうか。あまり調子に乗るなよ。足元救われるぜ。
作戦終了です。それにしてもさっきの放送は一体。滑走路からジェットコアブースター離陸。こちらホワイトディンゴ、応答してください。ジェットコアブースターのパイロット、応答してください。ジークティオ、まずい、刺激を。ダメです、間に合いません。ルートを割り出して目標地点を抑えましょう。本部に連絡を取ります。諦めの悪い奴だ。ホワイトディンゴの諸君、トリントン基地の防衛ご苦労だった。諸君らも聞いたと思うが、ジオンの放送を上層部が解析検討したのか、サンプルの入手に成功、月グラナダに脱出するという意味である可能性が高いと判断した。敵が宇宙への脱出を狙うとしたら、
太陽北東の氷原殿 HLV 発射基地しか残されていない。先の戦闘でトリントンから脱出したジェットコアブースターで氷原殿へ向かったことが確認された。あの放送のタイミングは若干のタイムラグがあると、情報伝達のズレは今のジオンの戦況では仕方ない。現在大陸内における我が軍の侵攻作戦は最終段階に入っている。南部攻略部隊のメルボルン攻略にはもう少し時間がかかるが、北部攻略部隊がダーウィン基地制圧に成功しつつ、先行してモビルスーツ部隊を一体終焉点攻略へと派遣させた。順次他の部隊も終焉点へと進行するが、 HLV 発射に間に合うかは微妙なところだ。基地攻略の際の主力は足の速い航空部隊になるだろう。諸君らは先行した部隊とともに航空部隊支援のため要塞内の対空迎撃能力を奪い取り、そのまま HLV 基地へと突入してくれたまえ。返答を祈る。隊長、宇宙でも我が軍の勝利は確実なようです。うまくすれば近日中にジオンが停戦を申し込んでくるという情報もあります。やったぜ、最近じゃ一番いい知らせだね。ま、他がひどすぎるんだけどさ。確かにひどかったよね。特に最近はどれもこれも。でも今回で終わるかもね。そうだな。しかし今回の我々の作戦が失敗し、アスタロスがジオンに渡ったらどうなるか。そんな、私たちの行動遺憾で全体の戦局が変わるっていうの？そうなるかもしれないってだけの話さ。隊長、出撃しましょう。よう、レイヤージュ。いよいよ戦いも大詰めだな。頑張ってくれよ。陸戦用の最も基本。よし。隊長、アスタロスについて私の知る限りの情報をお話ししておきます。この開発は元はジオンズム大君の指示で始まったプロジェクトで、コロニーという閉鎖世界での徹底した管理下で栽培される極限まで高い繁殖力を持つ新種の植物の開発を目的としていました。しかし長く人工的環境の中で暮らしてきたジオンの研究者たちは開発に行き詰まり、開戦後に地上へと降りました。その後は比較的スムーズに研究が進んだのですが、出来上がったサンプルはあまりにも繁殖力を高めすぎたため、それが自然環境に放たれた場合には地球規模の広域にわたる生態系を破壊してしまうという危険なものだったんです。ジオンの軍部はこれを兵器へと転用するプランを立案し、出来上がった少数のサンプルを持ち出したのです。これが実用化されれば直接人体に影響の出る生物兵器とも、広域を一瞬にして消滅させる核兵器とも違う、南極条約に反することなく地球環境をじわじわと侵食する危険な兵器となるでしょう。先行した部隊は緊急通信。これは一体。くそ、俺たちの到着を待たずに先行するから。ハング2突入、準備よし。ああ、こっちもいつでもいいぜ。ファング1、後の指示をお願いします。
が。さすが隊長。
HLV 発射場を目指しましょう。おい、レイヤー注意、
生きているか。ボブ、どうしたんだ。お前さんたちが派手にやってくれたおかげで、なんとかここまで突破してこれた。ボロボロのまま最後の戦いってわけにはいかんだろう。納品の遅れてた新品と総督会だ。ホワイトディンゴの将軍、いよいよ最終決戦だ。後続部隊も続々と集結中だが、 HLV がいつ発射されるかわからん以上、こちらにゆとりはない。先行して突入を開始してくれ。地上に露出している HLV のポット部分は重装備で、攻撃の効果があまり期待できない。効率よく HLV の発射を阻止するには、その下のブースターユニットを破壊する必要がある。上空からの航空部隊の攻撃では完全停止は難しいかもしれない。諸君らは航空部隊とは別に HLV のメンテナンス用通路を使い、より確実な地上からの攻撃を行っている。しかしブースターユニットの破壊による大規模爆発に巻き込まれた場合、さすがのモビルスーツといえど無事でいられる保証はない。爆発の兆候があった場合、迷わず退避せよ。またこちらの要塞突破を見越した敵最終防衛部隊による迎撃も考えられる。十分注意せよ。レイヤー、レオ、マイク、アニタ、無理ばかり言ってすまないな。もう一つわがままを言わせてくれ。全員必ず生きて戻ってくれ。以上だ。最後だな。頑張れよ、レイヤー。整備をする時間はないからな。今スナイパー3機を持ってきた。全員乗り換えてくれ。サンディ大佐が随分ジャブローに不利を言ったようだな。感化されて俺までこんな無茶しまってる。いいか、生きて戻れ。必ずだぞ。こいつでいい。レイヤー注意、あんたの登場機とそ、よし、せっ。1機目は無事上がったか。しかしここから先は簡単にはやらせてくれんようだ。ミッション中、まさか防衛要塞がこんなに早く突破されるなんて。相手が奴らならば仕方なしと言ったと。多くの部下を失い帰る場所もない。ひどいものだな。あいつらは俺がやる。お前は後続の雑魚どもを頼む。了解しました。次にはぐらいせいぜい派手にやる。
敵基地、沈黙。戦いは終わりましたけど、HLV が一機上がってしまったわ。それなら大丈夫だ。一機だけなら軌道上の警戒艦隊が撃墜してくれるはずだ。それにウォンバットの情報が正しければ、我々はアストロスの打ち上げ阻止には成功しているだろう。軌道上で撃墜だ。それならこんな苦労することなかったろう。ってわけでもないか。もうくたくただよ。レオン、本部に掛け合って俺たちを今後の掃討作戦から外すように言ってくれよ。それいいわね。隊長、隊長からも進言してくださいよ。ジオン共和国との間に終戦協定が結ばれました。自分は確かにこれから世界がどう変わっていくかは分かりませんが、いつの日かアースノイドとスペースノイドがいがみ合うことなく、お互いを認め合い、全人類の平和を願う日が来ると私は信じています。そんな日を夢見て、今はこの戦争で死んでいった多くの魂にただ祈りを捧げましょう。オーストラリア反攻作戦の最終局面であったヒューエンデン基地攻略と時を同じくして、大陸中央部周辺に潜伏していたジオン軍が一斉に決起、大陸西部のブルームからアフリカ方面への脱出作戦を展開。連邦軍はこれも阻止に失敗した。敵司令ウォルター大佐の放送にあった月の階段とは、9世紀にブルーム地方で見られた海面に月への階段のように月光が映り込むという自然現象の名であり、脱出時の集結ポイントを示す暗号だった。拠点攻略のために大陸南北両端及び東部に戦力を集中し、戦線が拡大しきっていた我が軍は、初期に攻略した大陸中央部に戦力の空洞部分を作ってしまった。これこそがウォルターの言うところの目標達成である。我々は巧みな誘導戦術にまんまと引っかかったというわけだ。ヒューエンデンから発射された一機の HLV は、残念ながら迎撃艦隊到達前に衛星軌道から再突入、直接アフリカへと降下した。おそらく中にはブルームから脱出した部隊がしばらく活動できるだけの物資が満載されていたことだろう。敬服すべきは、あの絶望的状況下において彼らが故郷である宇宙への脱出ではなく、地球上に潜伏し再起の時を待つことを選んだということだ。これら一連の脱出作戦成功の陰には、連邦軍にとって大きな脅威であった生物兵器アスタロス運搬部隊の存在があったことを追記しておく。運搬部隊はあくまでアスタロスによる功績の独占を考え、大陸内のジオン部隊とは何の関係もなく動いていたのだが、予想外の第三者の介入により我が軍は混乱し、大陸内のジオン部隊にとっては好都合な陽動となったのだ。しかし我が軍にも特筆すべき功績を挙げた部隊がある。ヒューエンデン基地攻略戦において特殊部隊ホワイトディンゴが撃破した HLV の1機から残り全てのアスタロスサンプルが発見された。彼らの活躍により連邦軍、いや地球にとって最大の危機は回避されたのだ。それ以外でも彼らの活躍には目を見張るべきものがあり、正当な評価を望むものである。差し当たって彼らは長期休養を要望しているので、ご検討ください。宇宙世紀0080、1月、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定は結ばれたが、
世界各地に潜伏するジオン残党部隊との局地的な戦いはこの後も長きにわたって続けられるのだった。これはホワイトベースにおいて今まで行われた実戦データをもとにモビルスーツ同士の模擬戦を想定して僕が作成した訓練用のシミュレーターです。攻撃目標となるのは RX78 ガンダム、パイロットは僕、アムロ・レイ・ショーイ。 RX77 ガンキャノン、パイロット、カイ・シデン・ショーイ。 RX75ガンタンク、パイロット、ハヤト小林総長の3機です。それでは頑張ってください。これは戦闘シミュレーションです。これで腕を磨いて実戦に役立てましょう。勝利条件は戦闘区域内の敵戦力の殲滅です。ホワイトベースはジオンのモビルスーツ部隊との交戦が多いため、汎用性の高い白兵専用モビルスーツであるガンダムを軸として部隊を運用しています。ガンダムは機動性、耐久性、攻撃力の全てにおいて他のモビルスーツを凌駕しており、長距離でのビームライフル、近距離でのビームサーベル、ともに絶大な威力を誇ります。このシミュレーターにおいても間違いなく最強の相手になると思います。心してかかってください。ガンキャノンは中距離支援型のモビルスーツです。しかし対モビルスーツ戦闘にも耐えうる格闘性能を持つことがジオンのランバラル隊との戦闘において実証されています。不用意に接近するのは避けた方がいいでしょう。ガンタンクは長距離支援用の砲撃型モビルスーツです。機動性の低さを差し引いても
その火力は対モビルスーツ戦闘において脅威となるでしょう。ガンタンクを撃破する前に足を止めることはあまりお勧めできませんね。
シミュレーター終了です。正直連邦軍の中にあなたほどのモビルスーツパイロットがいるとは思いませんでした。これからも頑張ってください。